こちらから国内線になります。国内線は結構長い通路を歩いていかなければなりません。国内線のターミナルになります。先ほどの国際線の空港のお隣になります。北東に着きました。北東の空港です。ヤキヒキスホテルのシャトルランチがあるようです。中国の名産の一つの胡椒の味です。